今日は晴天に恵まれました。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンアップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。赤星さん、まあ当然意地の一発は狙ってるでしょうね。そうですね、ここまで来ると。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか？まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああなるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。打ちました、痛烈、これは一二塁間を破る、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは5番ロペス、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、取った、セカンド送球、セカンドフォースアウト、これで3アウト、試合終了になりました。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。 DeNA ベイスターズは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか？でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じはしますけど。そうですか、まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。